面白いやつは全部動画出してるからもまた回答者余裕じゃんこれ部屋入り直したりしたら変わんのかな乱数がパキテ拒否したかなパキテ拒否を例とかがしたらいいのかレナさん、あの、答えたい人は多分書きたい拒否したら一発で多分回答者になる。他に誰もやってなければ。わかるわかる余裕。またイージーまたイージー問題来たえ、本当にこれでいいのマジおー。ちょっとひねりがないとね。何それごめん、嘘。されるバットマンだこれ。まあ最後のトロールで何も起きなければね。そうやな。確かにトロールが会心の一撃よ。あいいね。あいいね。いいあいいね。なるほど。え、たまさん絵うまかった実は。うん。多分人並みぐらいと思うけど。何してんの笑わせないで。そんな凹んでないし。簡単なやつだったら、書けるかな。そんな触覚みたいで。え、何してんのなんか左上さ、なんか隙間してない黒兄の家のテレビ。黒兄の家のテレビ。黒兄の家のテレビ。あ、やばい、ちょっと。黒兄家の黒兄がひどい。1位、あーで、おい、笑っちゃう。おった、今。あ、でもこれわかるよ、これ見たら言えるよ。え、わかんないっすよ、なんだろう、なんだろう。答え言うたわ。答え言うな流れに言っちゃうもんな。フリーの家のテレビってバリバリ答えやん、もうマジ？もうやっぱこれ書き手拒否にすると、もう確実に答えして回答者になるの。あ、そうなんだ。なりますね、今書き手拒否したらこれ、回答者になっちゃった。うん、まあ、さっきのピノキオ答えたもんだからね。僕が答えてくることは。これ、じゃあ順番に書き手拒否していく？それがいいかもね。それがいいかもしれないですね。え、ね、これ。うわ、ごめん、これ難しい。あ。え、でも。ロミ君やったな。嘘だろ？でも、通じるとは思うけど、その種類が出てくるかみたいな。ちょっと待って、回答者見て。回答者を確認して。ごめん、もうわかんねえわ、俺、何か。でも、これもじゃないの。でも、わかるよね、でも、これ。これはわかるけど。まあでも、回答者が、バッツ先輩野郎だからな。わぁ、どうしてそうなったんですか。こうじゃなかった。違う色が、色が。だって、俺、色がわかんねえんだよ。これだっけ？待って待って。あ、終わった。あ、やばい。待って、色だけ口頭で言ってよ。グリーンス。オッケー。あ、なるほど。そう、ジェネシスは知らない。あ、つなげたらもう、それはもう。え？違う？フレッシュサラダの。みんな分かったら欲しいものリスト送ってね。行こう。フレッシュサラダ。これはもうサラダっすよ。サラダに入ってるやつじゃないの？全然違いますね。違うんだ。違うと思う。ほら、ブロリー。違う違う。ブロリーじゃないっすよ。カリフラッパー。なんだろう。もっとでっかい。ブロリーの知ってるブロッコリーの芯は黒なんすか？じゃあ。黒に。マツ、どこどこ見てもマツじゃねえだろ、お前これ。いや、むずいっす、マツは。俺のせいかな、これ。あの、盆栽みたいなの書けばよかったんじゃないの？盆栽だとちっちゃくなって。ちょっと待ってよ、俺書いたんじゃない、俺なんもなってない。被害者よ、俺。うわ、俺からか、まずいな。うわ、俺の次、えぐ。これ書くんか。クロニーや。ちょ、見てみ、俺の前、タマさんや。これ書けへん。ちょっと待って、ごめん、無理、無理、無理。これ、何？もうやっとこう。無理や、俺書けへん、これ。ペロペロキャンディーにしか見えないから大丈夫か？やったわ。もう絶対にわかんない、タマさん、これ。もうちょっと時間あったら書けたかもしれんけど、ちょっと書けへんよ。
かった。どう書いたらいいかわからなかった。だってこんなん書いてあったけど大丈夫これで。あ、多分無理。無理無理。だって俺玉さんから受け継いでこれだからね。むず、は？これどうやって書いたんやろ。また余分なことをこいつは書き寄って本当にもうこれねじゃないだよお前。あ、意味わかんねえわ、ごめん。よくどう。これが届いたんすよ、これが。本当に意味がわからん。やってることはでもそれ合ってますよね。うん。だって届いたのがこれだもん。でもなんか若干形変わってる。だって一番外側の丸がなくなってもね。え、それ書いてる人何やってんのか分かってんの？いや、全く分かってないです。分かってないです。え、マジ？分かってますよ。一番最初です。一番最初から多分ずり始めてる。ないで優しいですよ、これ。優しいだよ。そうだね、優しいだよ、ね。優しい。1個しかないですよ。難しい。難しくない。1個しかないですよ、1個しか。え、おい、分かったから、よし来い。よし来い。嘘、よく当たったね。え、絶対余裕って分からなかったんだけど。いや、いや、超余裕だった。諦めてたからだって。俺も諦めてたんだけど。え、すごい、え、マジ。よく余裕って分かったね。ていうか、なんかひどい人らん、これ、これ、れ、ん、これで、ジェネさんに、誰だよ、これ。うますぎる。うますぎる。気づいたら手が止まらねえ。わかる。それわかる。早もがちや。行くぞー。あ、行く、違うんですか、ここ。早打ちは任せろ。一語でわかったの？ロビン君、あれでしょ？使ったらやっぱ。いや。使ってるだろ。簡単、フルーツかなって。イチゴだった。ロビン君強すぎん。いや、今のイエーイ。今のわからんよ。当たり前のようにさ。おい、二人チート使ってるで。当たり前のように使っていくのやめてくれ、ほんとに。なんだったっけな。え？何？あ、いいや。もうめんどくさいから。めんどくさいってな。おーすごい。え、すごい。え、強くね？形。待って、そんなに似てないの？ジェレさん、形取ってくださいよ。あー、やめた。待って。変なのが集まりなんかな。うん、全然わからないけど。感じ取れる部分、マジでなかったよ。おー、そう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 。これはわかるわ。いやね。あれ？また書くんか。なんかまた難しいの出してくんな。優しいだよ。父さん。どうしよう。こうして。何その白いの。うわぁ。マジ？超簡単じゃん。もうすごいよく見分かったな、メンバーって。やばいって言うの。なんか人外がもう売り子用に食ってるよ、これ。本当にチート使ってない？使ってない。あ、待って、どっちかが、ジェレさん何か、私、It's me。メンバー分からんよ、俺とタマさん自分らの出したやつ答え合ってるから、点数が。待って。何かける、黒くんかける。かける。いや、絶対ジェネさん書いた方がいいっすよ。
え、ごめん、多分これ絶対何も伝わらんよ。ん？なんかもっといいの書いてよ、ちょっと何にも伝わってこないけど。待って、ロビンクイックやめ。あの幽霊のなんかお化けっぽいな。冷凍してお化け出てきたら、あ、お化け屋敷だ。カレーだったね。だからジェレさん言ったじゃないですか、絶対ジェレさん書いた方がいいでしょ。ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターの方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。